天パーまではいかない、すごいなんか変わってるんです。意外と器用なんです。ターニングポイントです。山田優のルックバックマイビューティースタート。財布なんです、これは財布なんです、私も財布なんです。本当は紹介したくないぐらい、わかる、わかるよね。今日のバッグは、ディオールの、バッグです。もうバケツ型みたいになってるので、物がすごい取り出しやすいのと、本当にたくさん物が入るのと、なんかちょっとあの全部このチャームとかもブラックで、マットブラックだったりとかして、かっこいい服にも、そしてあのなんかちょっとカジュアルな服にも全部合うのでお気に入りです。はい、あ、じゃあまず大きいので、iPad、 iPad は、移動中、メイク中、どこでも映像が見られたり音楽聴いたりするので絶対に持ち歩いてます。必需品です。音楽は基本的に何でも聴くんですけど、最近は K-POP が多いです。K-POP を見てます、聴いてます。で 次はお財布、お財布じゃん、バレンシアガのお財布です。これパスポートじゃありません。これもうあのくっついちゃってるんです、このチケットみたいなのは。ちょっとこう面白い感じになってるんですけど、実はこれがお財布です。そうなんですよ、ちょっと一癖あったり、なんかこう人と被らなさそうなものだったりっていうのは結構好きですね、買いがちです。お財布。そして次、次はこれはなんかこう髪の毛が長くなってきたので、髪の毛をこう縛ったりシュシュとか、あとこうなんだバレッタとかは持ち歩いてます。ヘアアクセ大好きですね、本当に結構持ってます。カチューシャ、バレッタ、それこそあの挟むやつとかシュシュ見つけて可愛くて、本当にあの使い勝手が良かったら買っちゃいます。お店に行って、そうなんです、あの顔周りのものってあの意外とちゃんと自分でつけてみたりとか、あの本当はさみ具合とかはつけ具合が使いにくいのが嫌なので、ちゃんとあのお店で見てから買います。あとは似合わなかったら嫌なので、しないです。意外とね、出会いで行ってあったものを買います。うん、大好き。いやでも本当に全然マレットとかピンのアクセサリーとかが流行ってない時にピンを大量につけてみたりとか、リボンのアクセサリーも子どものサイトでなんかこうリボンのマレットがあって、あ、可愛い、買ってみようと思ってつけ始めたら急にリボンのアクセがめっちゃ増えて、絶対私が流行らせたと思ってるんですよね。違うかな。本当にだから今どこ行ってもリボンのマレット売ってるじゃないですか。どこにも売ってなくて、やり始めたの私だと思うってちょっと思ってる節はあります。うん、ねえ、わや、ピンもね、前髪にピンを大量につけるっていうの私がやらせたよね、絶対ね。完全にそうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。します。時間、朝が時間があったり、まあ、どっかお出かけするってなったら編み込んだり、ちょっとハート作ってみたりとか、リボン、ちょっとリボン作ってみたりとか、そんなに好きなんです。好きなんです。そう、インスタとかで見つけて、あ、可愛いと思ったら保存しといて、後から見ながらゆっくりやってみたり、うん、しますね。はい。そして次はですね、串が入ってます。ちゃんとこれあの、さっき渋谷に褒められました。ちゃんとラブクロームとか持ってるんだって、あ、一応買いました。すごい時安くて、これはあの本当子供もそうですけど、あの ふとした時に必要な時が結構くしってあったりするので持ち歩いてる。あ、本当ですね、この色もあるの、確かにかっこいい。気づかなかった、これしかないと思ってた。黒です。で、次は、もう一つのお財布。クロムハーツの今日バッグなんですけど、なんかこれ一応お財布になっていて、中にいろいろ入ってます。
これだけ持っても出かけられるようになってる。え、意味が分かんないですよね。これも一応お財布で、でもこの中にあのカードとか全部、それこそハンドクリームとかあとリップとか、なんかちょっとミントとか、お家の鍵とか入れといて、これもお財布なんですけど、ちょっとだけコンビニ行きたいとか、ちょっとだけあの子供の送り迎えに行きたいときはカバン持ちたくないから、これだけ持って出かけるように、もうこれはしといて、常にこうバッグが変わったらこれが移動していくって感じです、これはあの常に持ってるバッグ、ないと困るバッグです。これ財布なんです、あの私の財布なんですってみんなに言ったら、えって言われるんですけど、財布なんです、これは財布なんです、私の財布なんですこれは今年に入ってからですかね、うん、最近生まれた、あ、持つんですこれはあの近い時は持たないです、あの本当にお迎えとかコンビニの時は持たないんですけど、ちょっと遠く行かないといけない時はこれ持たないといけないんです。だからやっぱ結局バックインバックになっちゃうんですよねそういうこと、だからやっぱ財布はやっぱカバンの中に入ってなきゃいけないっていうそうなんです、すいませんで、あとは携帯と、あとお水、このお水が大好きで、このお水を飲んでるんですけど、お水よりもお茶の方が好きで、このお水でのまま飲むこともあるんですけど、あのお茶の粉末を持って歩いて、お茶の粉末入れて飲むことが多いです。玄米茶です、ほっこり茶そう、これ本当にね、美味しくて持ち歩いてます。あとは、サングラス、あの絶対にサングラスかメガネは持ち歩いてて、今日はですね、これクロームハーツかな、クロームハーツのサングラス、薄いサングラスが目にいいっていうのを聞いて、最近薄いのにハマってます。サングラスはたくさん持ってますサングラスもたくさん持ってます、大好き。サングラスもファッションの一部として、あのファッションに合わせてかけるので、割といろんな形といろんな色と、レンズの色もいろんな色を持ってます。で次が、あ、これもう飲んでた方がいいよって言われて、あと飲むようにしている酵素と、ビタミン C ですね。調子が良くなるそうなんで飲んでます。毎日このビタミン C とこの酵素は毎日飲んでます。もう見つけた時に、家の中で見つけた時に飲む夜寝る前飲む時もあるし、朝起きて飲む時もあるしこの酵素なんかそれこそ1日3本ぐらい飲んでもいいから、あの思った時に飲んでたりして、ビタミン C も2袋ぐらいまで飲んでいいので、なんか朝と夜とかこうやって仕事に持ってきて、あ、飲もうと思った時に飲むとか、そんな感じです。お風呂上がった後に必ず、基礎化粧やって、体にクリーム塗った時に体のマッサージを一緒にすることと、寝る前に、まあ、ストレッチ、毎日ストレッチすることはルーティンかな。朝は朝は起きて顔洗って日焼け止め塗るぐらい。もう朝起きたら、そうですね、そのままもう弁当作って、学校行く準備してとかなんで、本当に、ないかも。白湯飲みたいぐらいです。飲みたいなと思ってる気持ちがあるぐらいです。そうですね、夜の方が作りやすいかな。自分の時間を。あとはもうこれ本当にもう紹介したな、みんな買っちゃうだろうなと思って、本当は紹介したくないぐらい大好きなおせんべいがあって、でも本当に毎日持ち歩いてるので紹介しますおせんべい、これね、甘辛という味なんですけど、これが本当に美味しくて、なくなりそうになったらいつも20袋ずつ頼んで、お家に基本5袋ストックがあります。少なくても5袋になったらやばいと思って20袋頼んでっていうことをしているぐらい大好きなおせんべいです。これは渋健にも紹介してもらいました
シフキンがめっちゃ美味しいからって言って食べたら本当に美味しくて、せんべいもすっごいすっごいサクサクで美味しくて、この周りについてる粉が本当に何だろう、もう最後この袋についてるの舐めたくなるぐらい美味しい。わかる？わかるよね。本当美味しいんですっていうせんべいです。そう、これで買えなくなったらどうしよう。でも今日100袋ぐらい買っとかないといけないかもしれないっていうおすすめのせんべいですが、以上私のカバンの中身です。あ、そうですね、なんかこう割とファンシーな感じの色結構好きで、まあそうですね、基本黒白すごい好きなのと、あと紫とピンクとブルーが好きなんです。キャラクターとかもすごい好きなんです。本当はマイリトルポニーとかケアベアみたいな色とかもすごい好きで、だから家の中とかそれができないから小物とかで買ったり集めたりしちゃうっていう、そう意外とね色が、はい、私のベスト3は食べ物系でいきたいと思います。まあ、このせんべいはもうね、本当に最近も本当に毎日持って歩いてる、これがないと生きていけないので、これと、まあ、お水はね体の中を作るというので、このお水プラスこの緑茶をセットで、それと最近は酵素とビタミン C、 これをね飲んでるとすごい疲れにくくなったり体にいいっていうので持ち歩いてるので、この3つにします。美容を楽しむこと、ネイルももちろんそうですし、今まではそのピンクっていう色をネイルにしたことがほぼないんですよ。似合わないと思ってたんですけど、今回なんかピンク可愛いかも。でも普通のピンクじゃ私っぽくないから、全部違ったラメの種類でのピンクにしてもらって、ちょっと派手にしました。そうですね、基本あなんかこういうイメージがいいなとか、それにしようかなっていうものを持ってって、そこにあるあのものを見せてもらうとか、あの種類とか見せてもらって組み合わせて作ってきます。楽しい。でもやりたいのがありすぎていつも迷って、持ってったものじゃないものやって帰ってきちゃうことが多い。マッサージみたいな、ことやってみたり、なんだろう、どっちかというとエステよりも、まあ、なんか整体っぽい方が多いですね。そのエステとかよりも ここが痛いとかになってきちゃうので、あの割とあの針に行って直してもらうとか、あのこうストレッチしながら整体してもらって整えるっていうことの方が多いし、多分向いてるんですかね。もう針もたまに行きます。歪みを整えていくっていう方が、うん、なんかこう体のなんだろうながこう元に戻ってる感じがして好きで、でもたまにオイルマッサージとかを行かせてもらってます、うん、自分らしさなんだろう、何があるかな。なんかこうでもこう常に笑顔でいたいとか、そのハッピーな気持ちでいたいっていうのがずっとあるので、まあ、沖縄ので育ったこのナンクルナイサー精神じゃないですけど、それが多分自分らしさなのかなとは思ってます。うん、なんだろうね、だから本当意外とこう我慢とかしないで自分がやりたいことだったり、自分が行きたいとこだったり、思ったことをちゃんとこう形にしていくというか、それがこうその自分らしさにつながってんのかなとは思いますけど、いろんなところに出ちゃって、ちょっとおしゃれなあの、ね、ホットペッパービューティーのちょっと方が見ているおしゃれなものを持ってきたかったんですけど、まあ、これが一番自分らしいかなと思っていつものものを持ってきてしまいました。難しい、なんだろう、うん、すごく難しいけど、自分のための自分磨きの方がちゃんと長く続けて頑張れる。もちろん人に見られるお仕事なので、このみんなが見てこうなんかちょっとでもあの参考になったらいいなとか、
なんかこうちょっとでもなんかこう励みになったりなとか、そういうので、自分磨きをすることももちろんあるけど、自分のために、やっていく方がこう私はこう続けられるというか、こう無理せずにちゃんと持続して続けられるっていう感じはありますね。私はこう無理してこう何かをやって頑張って続けていくのがすごく苦手なので、自分らしくこういい意味で気が抜けながらというか、なんか結構こう単発で頑張るよりも結局ずっと長く続ける方がその頑張ったものを維持できる気がするので、そうゆっくりと自分のペースで自分磨きをしていくのが私は向いてます。美容についてのアドバイス、でもなんかこう自分が興味を持ったりとか、そのちょっとこれに、まあ、ファッションに関してもこれを着てみたいなとか、メイクに関してもちょっとこう自分には似合わないかもしれないけどやってみたいなと思ってることって、一回挑戦することがすごい大事で、でそれをやっぱりこう試して似合わなかったらやめればいいし、これが似合ってみればそれに続けてこうどんどんそこからまた反映して違うものもできたりするので、やりたいけどなんかドキドキしてできないっていうよりも、もっとそれを飛び越えてこう挑戦していくといろんなこう未来が待ってるよと思うので、みんな不安にならずにいろいろこう試してみるのはすごくいいことだなと思うので、やってみてほしいなと思います。私のルックバックマイビューティーいかがでしたでしょうか。皆さんも楽しんで美容もファッションもしていきましょう。またね。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。もう見ません。ホットペッパービューティー。